はい、えー。X サーバーさんからですね、そのフィッシングメールご注意くださいっていうメールが来てたんですね。で、実際にこの注意喚起のメールが来る前にですね、まあ、こんなメールが来てました。はい。こんなメールですね。はい。システムメンテナンスよりと。えー、i n f o t a k r o y o s h i n c o m の発見の着信メッセージを返されましたと。2023年3月8日にメールボックスの同期が失敗したら発見のメッセージを保留中です。 システムメンテナンスを行えばご不便をおかけ申し上げ保留中のメールを取得する以下の問題を修正してくださいということで、まあ、ここにクリック先のリンクがあるんですけども、これね、調べてみると、ここの、えっと、このリンクのアドレスをコピーですね。よくこういうフィッシングメールっていうのは、まあまあ、クリックさせたいわけですよね。 で、クリックさせたいので、じゃあクリック先のメール、アドレスどうなのっていう、クリックする前に、まあ、ここ、あの、リンク先の、あ、リンクのアドレスですね。まあ、さっきコピーしたんですけど、まあ、こんな感じですね。で、まあ、よくよく見てみると、これどういう風うになってるかっていうと、ドメインがね、そもそも、そもそもドメインが、X サーバーのドメインじゃないですよね。この、このドメインなんですよ。はい。だから、X サーバーのドメインであるならば、 X サーバーのドメインであるならば、まあこれもそうですけど、この X サーバー、これ X サーバーのドメインですよね。X サーバーは、えー、JP ですね。JP。X サーバー ne.jp。こっちは .com、えー、ですね。で、こ、この、このサイトがあるのかっていうと、ないんですよ。NotFund ですね。さっき見たんですけど、NotFund です。はい。だからドメインの大元がないってことですね。 でじゃあこれ、ここのじゃドメイン、X サーバーのドメインはどういうページになるのかっていうと、まあこの X サーバーのホームページに行きますよね。だからまあこういうそのフィッシングメールをまず見るときに、まあそのクリックを誘導しているリンクっすよね。クリックを誘導しているリンク、これを、えー あの、見てみるっていう。で、見て、ドメインを見てみるってことですね。まあ、このメールだと、X サーバーから促されてますけども、じゃあ、X サーバーから促されてるんだけど、X サーバーのドメインではないってことですよね。<laughs> ま、おかしいなっていう話ですよね。本来だったら、X サーバーから来てるのはこあ、こういうリンク先なわけですよ。X サーバーね。はい。まあ、基本的に、ま、これも X サーバーの JP ドメインですよね。うん。これも JP ドメインですけど。 で、あとは、ま、ただね、ここの、えー、っと、あ、まあ、そんな感じか。まあ、まあ、ドメインはやっぱ見た方がいいですね。ドメイン、ドメインね。ただ、これもね、ただ、これ今、HTML でなってるんで、ちょっとこれ見づらいな。うんと、この、マウスポインターをこうすると、まあ、ここら辺にね、ここら辺に多分ちょっと見づらいかもしれないですけど、これ HTML のメールなんで、多分ね、 HTML のメールかな違うかなまあ、こうするとそのリンクが出てきます。こう。ここにね、ここに。だからその、なんすかね。あの、これもちょっとたまにあるんですけど、例えばここが JP なんだけど、ここが JP でこう歌ってんだけども、これを、こうするとリンク先が実は JP じゃないみたいな。まあ、テキスト、テキストに、ま、あリンクを入れるみたいなやり方というかね。まあ、画像にリンク入れるというかね。 まあいろんなやり方はあるんだけど、たまにこう、これは一緒ですよ。これは一緒なんだけど、ここの表上と裏の、えー、リンクさせてるにものが違ったりします。はい。まあこうすると、まあ、ここにマウスを置いていくと、まあここら辺に出てくると思うんですけど、これね。はい、うん。だから本当に確認するためには、まあ何ですかね。まあこれも、 まあ、あリンクのアドレスをコピーすると、まあ、これはまあそのままになってますんで、まあ、こうなるんですけど、だからまあ確認するためにはリンク先のコピーをちょっとあ見ていただくといいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、具体的にどんなフィッシングメールが、えー、来てるのかについてご紹介させていただきました。まあ、こういうメールが来た場合はですね、ご注意いただければいいんじゃないかなと思います。終わります。